今日はジャズベースとプレシジョンベースを弾き比べてみたんですけど、どっちが好きでした？うん、僕はどっちも好きです。そうなんですか。ジャズベース VS プレシジョンって書いたんですけど、別に勝ち負けはなくて、やっぱね、両方とも最高なんですよ。だからこそ迷うんですけど、もう悩み、すごくいい悩みですけど、ジャズベース使うかプレシジョンベース使うかみたいな。うん。で、今日この動画を見てくださってる方には、なんか1本目のベースをね、ジャズベース買うかプレシジョンベース買うか迷ってるとかね、そういう方も、もしかしたらいるかもしれないんで、僕なりのジャズベースとプレシジョンベースの解釈なんかを、説明できたらなって、話せたらなと思ってます。よろしく。ベーシストってもう超ざっくり分けて、ジャズベース派の人と、俺はプレベ派だっていうプレベ派の人と、で、まあジャズベースもプレシジョンベースも、まあ両方こう使い分けるよっていう、まあ3つに分かれると思うんですけどね。まあほんとざっくりですけど。で、僕はその3つ目の、ジャズベもプレベも両方使い分けたいタイプで、そう。でもね、20代の半ばの頃は、プレベ一辺倒だったんですよ。このプレベ。ピックアップ1個の。ね、シンプルですよね、すごい。もうどこに行っても、もうファンクするにしても、ロックするにしても、まあね、歌物ポップスするにしても、もうプレベ一本で俺は行くぜみたいな感じだったんですけど、それがかっこいいなっていう感じだったんですけど、やっぱね、歌物のサポートの仕事とかするようになって、やっぱジャズベース持っていくとね、やっぱスムーズにはまるんですよね。そのっていうのも、多分ね、ジャズベの出る帯域ってやっぱボーカルを邪魔しない帯域が出るんでしょうね。すごい歌いやすいって言われるし、まあ決してそのプレベ持っていったら歌いにくいって言われたこともないんですけど、やっぱね、ジャズベース持っていくと、特にそのアンプをね、なんかこう、ミドル上げてとか、ロー下げてとか、そういうことしなくても、まあ本当にアンプフラットで、弾き方だけでこう、音楽にすごいスポッとハマるっていうか、うん。なんかそういう魅力がジャズベースにあるんですよ。だから僕的に使い分け、本当にざっくりとした使い分けは、やっぱこう、ロックバンドみたいな、もうシンプルな編成だと、プレベを使って、もうプレベ持っていきたくなるんですよね。で、やっぱ歌物とか、まあ、編成が多い時は、ジャズベ持っていくみたいな。なんか割かし、ジャズベースの方がラインがやっぱり、ベースラインがはっきり見えやすい傾向が、あるんで、うん。で、ね、プレベの魅力は、もう本当に、もうロックとか、まあパンク。ね、ああいうバンド系に使うとやっぱワイルドな音がして、かっこいい音がして、で、バンドのサウンドもかっこよくなるんですよ。なんでこう、パンク、イコールプレベなのかなっていうのは、まあ、多分間違いなく、セックスピストルズのシドビシャスと、まあ、あとクラッシュのポール・シムノの、がもう、プレベでやってたんで、ゴリゴリ。まあ、そのイメージでしょうね。うん。でも、別にイメージだけじゃなくて、やっぱプレベの音って、やっぱワイルドだし、まあ、なんか主張があるし、バンドで使いたくなるんですよ。うん。で、歌物も例外として、ブラックミュージックが好きなシンガーさんとか、プレベがハマるし、プレベが好きっていう人も、ね、多いんですよ。ギタリストも、なんかこう、結構ファンキーなカッティングする、ね、こう、すごいブラックミュージックな、ブラックなギタリストは、プレベ持っていくと、喜ぶし、もうハマる。やっぱりアンサンブルも。うん。あと、僕がなんかこうやってて思うのは、経験で思ったのは、バスドラ、やっぱバスドラの音って、すごくベースの音作るんで、バスドラの音と、音色とベースの音って、一個結構セットだと思うんですよ。本当に、ベースでいい音作っても、バスドラがなんかこう、ブヨンブヨンのチューニングとかだと、全然音閉まんないし、うん。かといって逆もあって、バスドラの、
ね、いくらチューニングしてすごいいいタイミングでキック踏んでもベースがこうだらしないあの音だったりとかすると全然引き締まんないし、そこはもう本当に夫婦みたいな関係だと思うんですけど、でバストラの愛称で昇降系の、キックを使う場面とか使うドラマとやるときは結構プレベ持っていくとすごい合うんですよね。すごいいい音が出る、あったかくて、うん、多分帯プレベの出す帯域とその昇降系のキックの締まった感じが合うんでしょうね。うん、あとねジャズベースとプレシジョンベースはプレベの方が音が太くてローが出るみたいな、まあそういうイメージがちょっとあったりするんですけど、まあ、僕は違うと思ってて、ジャズベースの方が低音がしっかり、もうもっとプレベより下のローが出るし、で、ハイも出るし、プレベはどっちかというとやっぱね、ローミッド、中低域がすごく塊として出る。で、ジャズベはこうローとハイがこう、ちょっとドンシャレみたいな。うん。まあ言ったら結構こう、なんて言うんだろう、アナログな感じで、ちょっとオールドスクールな感じなんですよ、プレベは。で、ジャズベは、まあ、ちょっと、ね、持ち帰ってみる。ジャズベは、もうこれ、ね、ピックアップ2つ。見た目が違うでしょ、うん、ほら。ピックアップ1個とピックアップ2つ。まあ、ジャズベは、やっぱりこう、ハイファイ言ったらちょっとモダンな音がするんですよ。うん。そういう違いがあるかな、使い分けとして。でもね、僕個人的には大編成ではジャズベがいいかなと思ってたんですけど、スナーキーパピーのマイケル・リーグさんっていうめちゃくちゃうまいベーシストがいるんですけど、海外のその人はスナーキーパピーは大編成で楽器の数が多いからプレシジョンじゃないとリッチな低音が得られないんだって言ってて、あ、編成が多いからプレベ使ってんだなみたいな、ちょっと逆な感じだったんで、そうそうそう、そこはね本当に個人個人のうんあれだと思うんですけど、でジャコパストリアスとかはねあれですね、俺はもうなんかプレベのそのがすごい鈍感な感じがするみたいな、どんよりしてるからジャズベの方が好きだみたいなことを本で書いてるのを見ました。だからすごい本当好みなんですよ。うん。例えば、まあジャズベは本当に音閉まってて、ほら。で、でリアピックの音だけに、みたいな。詰まった音、リアピック。もう出るし、まあフロントにやると。プレベみたいですよね。なんかね、このね、ジャズベースのフロントピックアップでいいんじゃないかみたいな感じで一時期思ったことあったんですけど、プレベみたいな音出るから、やっぱね、プレベに比べるとやっぱローが薄いから、なんかこうバンドでフロント的にやるとちょっとなんかこうちょっと足りないなって思うことがあったんで、そう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 。なんかね。やっぱ違いますよ、ジャズベのフロントとプレベのとは。でプレベだとこう、なんかこうバーンってね、ローミッドがこう広がる感じ、音もなんかこうね、すごいネガティブに言うと曇ってるけど、すごい深いディープな音がしますよね。意外
外とあのプレベのプルの音好きなんですよね。気分が上がってくるな、プレベは。だから結局ねえ、どうなんだろう、最後に一本、最後にこう、もう俺が例えば60歳ぐらいになってなんかこう一本だけミシロンって言われたら多分プレベになるかも。うん、そう。でももし例えばその今プレベとジャズベをどっちを買おうか迷ってる人がいたら、1本目、僕はね、ジャズベースをおすすめします。うん、なぜならやっぱジャズベの方が、ちょっと今これプレベなんで買いますけどちなみにこれあのフェンダージャパン、両方フェンダージャパンで両方10万円ぐらいのやつ、同じ値段のやつなんで多分すごい分かりやすいと思う。ジャズベの方がやっぱネック細くて弾きやすいし、やっぱね、弾いた時にこうコンプレッション感、うん、わりかしこう引き手を助けてくれるような、なんて言うんだろう、そういう要素もあるし、で なんかねこうやっぱ手っ取り早く、ん、あ、そっか、これね、シールド繋いでないっていう、手っ取り早くなんかもう高級な音しますよね。そうだからやっぱりね、一番初め難しい、プレベってちょっとやっぱ助けてくれない部分があるんで、いきなりそれでやってなんかこういい音が出ないなとか、ネックが太くて指痛いとかなるんだったら、やっぱジャズで買ってある程度こうベースという楽器を知った後に、じゃあちょっとプレベも気になるから弾いてみて、わプレベめっちゃいいじゃんみたいななったらね、ジャズでも持ってるしプレベも持ってるし、なんかこうね、バンドやった時に両方持って行ってハマるやつ使ったりとかして、自分のスタイルを作っていけばいいと思うんですよね。うん、僕は1本目のベースは、1本目のベースはね、ラルクアンシェルのエドワーズの鉄屋さんモデルみたいなのがあったんで、ジャズベーでもプレベーでもないみたいな。まあでもどっちかというとピックアップ2つあるからジャズベータイプなんですよ、あれも。うん、そうそうそう、ビジュアル系の方とかはやっぱ基本的にジャズベっぽい音ですよね、音硬い感じの。うん、フェンダーね。でもしね、楽器屋さんで、あ、でもこれね、次回ね、次回話そう、次回ちょっと今日せっかくフェンダージャパン、で弾き比べたんで、フェンダージャパンのちょっと謎についてちょっと追求していこうかなと思って、話そうかなと思って、結構いろいろ調べたこともあるんで思ってます。それはちょっと楽しみにしておいてください。まあ今日はね、そのプレベとジャズで、うん、あとはどうだろうな、プレシジョンベースとジャズベース、まあ結局好きな方を選ぼうっていうことになりますね。うん、その時の自分のモードと、僕は今プレベとジャズベ、ジャズベが 60%、プレベ 40% みたいな感じかも。うん、そうそうそう。で、ヴィンテージで弾き比べようかと思ったんですけど、ヴィンテージになるとさらにこのジャズベとプレベのその要素の違いプラスかなり悪というか個性みたいなのが足されるんで、まあ、ちょっと分かりづらいかなと思う。で、年代とかによっても全然違うんで、僕の持っている65年のジャズベはわりかし現代のジャズベよりはちょっとプレベっぽい太さもあったりとかするんで、うん、まあ言ったら本当に分かりやすいのはフェンダージャパンとかフェンダー USA のスタンダードなレギュラーモデルの、ジャズベとプレベの音を聞き比べるのが、うん、いいと思って今日はフェンダージャパンにしたんですけど、そうそうそう、そんな感じでね、ちょっと役に立つかわかんないですけど、結局自分の好きなことばっか喋ってるんでまあそんな感じで、今日は、終わろうと思ってます。まあ次回ね、そのフェンダージャパンのことについてちょっとやろうかなと思ってるんで、まあぜひ楽しみにしといてください。ありがとうございました。また。